本気じゃない競輪 TV プロ〇〇って儲かるんですか。今日はですね、ブレイクダンサーの大野愛知さんをゲストにお呼びしています。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりね、あのブレイクダンスといえばこうくるくる回ってるイメージがすごく強いんですけど、首がめちゃめちゃ太いですね。首はそうですね、やっぱり上半身めちゃめちゃつくんで、もう片手で体重支えたりとか、首もそうですし、そうか、そう、腕ももうムキムキ で、ね、つきますね。ちょっといいです。太っ。全然違いますね。ねえ、そうですね、やっぱもう筋肉がやっぱつくんですよね、すぐに。首あ、どうぞどうぞ、触ってください。はい、もう回んないです。そうです、手が回んないです。そうそうそう、首とかやっぱつきますね、めちゃくちゃ。すごい、もうムキムキで全身、はい、で素晴らしいお体です。愛知さんがブレイクダンス始められたきっかけって何なんでしょうか。きっかけはあの僕のお兄ちゃんがいまして、はいはいはい、お兄ちゃんがあの友達からブレイクダンスのレクチャービデオを借りてきて、うん、でそれを、まあ、家で一緒に再生して、うん、もうそこからですね。でもそれをもうずっとビデオテープやったんですけど、コマ送りにして、その日からもう練習すぐに自分の部屋で始めたっていう。え、独学だったってことですか。独学ですね。当時も YouTube もスクールも周りになかったんで、そうか、もう完全にもう参考になるのはビデオテープ1本っていう感じですね。え、それがおいくつの時だったんですか。それが中1なんで13歳ですね。13歳、はい、高3の18歳の時に、うん、そのまあドイツのテレビ局からオファーがあって、すごい、まあ、ギネスチャレンジしてみひんかっていう、はい、まあ、そのギネスの番組だったんですけども、はい、ギネスワールドレコードの、うんうん、でそこでチャレンジをさせてもらって、うん、まあ、そのスイス人の方の記録の62周を僕がまあ89周で破ることができて、はい、そのギネスっていうのは回転の、そうです、1分間の回転数ですね、はい、それは。僕は大学とか、まあ、あんま正直行く気なかったんですよ、はい、でまあダンスだけできとけばいいかなと思ってたんですけど、大学からもオファー3校ぐらい、まあ、いただいて、スポーツ推薦、そうです、そうですね。あとはまあその仕事が急にいっぱい今まで以上に来るようになって、はい、でそれでもプロとしてやっていけるなと、そこからですね、思ったのは。今もギネス記録を塗り替えられたんですよね、ご自分で、はい、もちろんそのたまに中国とかのギネスの番組に出させてもらった時はオーストラリアの方と、まあ、対決形式で、うんうん、もともと124周の記録があってとか、うんうん、でそれをどっちが越せるかみたいな、はい、生放送でやったりだとか、はい、まあ、いろいろやらせていただいて、結局もう今1分であの世界記録は142周、142周、そうです、はい、はい、そうですね。回ってる最中のお写真っていうことですか。これこの写真自体は、僕が今すごいお世話になってるあの GoPro さんっていうカメラがあるんですけども、はいはい、GoPro さんの、まあ、年間に1回やってるそのミリオンダラーチャレンジっていう、はい、まあ、世界中のクリエイターがもういろんなロケーションでいろんな人を使って、うん、映像を提出、 GoPro さんに提出して、はい、でその中で、まあ、世界各国から50名ぐらいクリエイターが選ばれるんですよ、はい、でそれで1億円を分け合うんですね。でそこに僕が、まあ、それで応募して、うん、見事選ばれて、日本人クリエイターの中ですごいですね。それがこの、まあ、映像ですね。ヘッドスピンに、まあ、そのクラッカーを投げて、こうちょっとこうぐわってこう巻き取るような映像を提出して。なるほど、そうなんですよね。これはどういう映像なんですか。これは Google さんの、スタジオで、僕が日頃からお世話になってるんで、スタジオでカメラ置いて、はい、まあ、クリエイターの方集まっていただいて、はい、それで簡単にパパッと撮ったものですね。簡単にパパッと。はい、へー、わわわわわ、上すごい、あ、もうここから手ついてなくて。そうですね、あ、これはもう本当にいろんな技を収録したものなんで、あ、なるほど、その周数勝負みたいな、はい、世界記録とはまた別で、うんうんうん、なんかこういう技があるよっていう、ただもうこうちっちゃく回るエッグっていう技なんですけども、うん、まあ、卵みたいに見える技だったりだとか、はい、本当にそのいろんな技を収録したものですね。あんまり今までこういういろんな技を入れてる映像がよりなかったので、そうなんですね、なんか撮ってみよっかって言って、うんうん、もう軽い気持ちで撮った感じですね、これ。
他にもそのスピン以外にもいろんな技があったりするんですか？あります。もう本当に簡単にもう皆さんされる方は両手で逆立ちするんですけど、それを片手でやったりだとか、あ、なんか見たことあるかも。そうとかもうほんまにこう頭で回るだけじゃなくて手で回るとか、はい、背中で回るとか肩で回るとか、はい、本当いろんな部分で回ったり技をつなげたりするっていうのが、まあ、ブレイクダンスの、まあ、そのパワームーブと呼ばれる枠の醍醐味ですね。なるほど、はい。まあ、でももう顔とか腕が赤くなってきてませんか、すでに。あ、でもね、これね、多分照明のあれやと思います。あ、本当ですか。うん、この時ね、もう別に技だけやったら呼吸は自由にできるんで、うん、そっか。そう、じゃあ別に今苦しくはないわけですね。そうです。あ、どっちかというとね、腕がね赤くなります。遠心力で血が逆流しそうになるんで。やっぱりね。そうですよね。腕と足ですかね。うん、回ってる最中って、うん、まあ、ギネスで1分間回ってる時とかって何考えてるんですか？はい、いや、もう何も考えてないですね。無、もう無ですね。でもその1分がもうめちゃくちゃ長くて、まあ、できればやりたくないですね。もう誰も塗り替えないでくれって。いや、まあ、塗り替えてくれてもいいんやけど、なんかもうオファー来るのがちょっとすごい億劫になっちゃうんですね。体作りに1ヶ月半から2ヶ月やっぱかかるんで。そんなかかるんですか？かかります。やっぱ今のこの体とギネスにチャレンジする時の体はやっぱ違うくて。へー。まあ、その格闘家と一緒で、はい、もうやっぱ減量しないとダメ、1分間に耐えれる体を作らなきゃダメなんですよ。別なんですね。全く別ですね。そうなんだ。やっぱりその食事制限とか、まあ、その走り込みもするし、そうなったら、だから普通になんかこういう風な今映像に流れてる技やってみてって言われたら、もう正直寝起きでもできるんですよ。はい。やけどそのギネスにやってくれって言われて今からって言われたらもう絶対無理ですね。今からだったら無理です。あ、もう続かない一歩。へえ。できないですね。やっぱそのブレイクダンサーさんって、はい、どこをメインで鍛えるとかそういうのはあるんですか、体の？あんまり僕はそのウェイトトレーニングとか、うんうん、まあ、100キロ持ったとかそんなん一切やらなくて、はい、まあ、基本やっても自重の、うん、まあ、なんならもう倒立してたら、はい、もう腕も胸も背中も全部つくんですよ。あ、で足の筋肉は逆に言うとその、ね、競輪の選手の方とは違ってつかなくて、うんうん、そのアクロバットとか、まあ、バクチューとか、うん、まあ、簡単にやるだけなんで、はい、うん、やっぱり足はつかないですかね、どっちかというと。いらないといえばいらないかもしれない。まあそうですね。うん、使うことはないですね。そうなんですね。はい、はい、そしてこの番組本気じゃない競輪 TV ということなんですけど、いろんな、まあ、スポーツ選手だったりアーティストさんの収入事情をね、はい、お伺いしたいなっていう番組なんですよ。そうなんです。ちょっとね、お聞きしづらいところではあるんですけど、はい、プロのブレイクダンサーさんってどうやって生計立ててどれくらい儲かるんですか？まあ、僕はブレイクダンサーなんですけど、うん、ヒップホップダンサーって言って、まあ、立ちのステップをする方、はい、ああいう方の方がどっちかというとそういう、まあ、アーティストさんのバックダンサーになりますとか、そういった機会がやっぱ多いんですね。で僕はその自分のその個人の、まあ、経歴が、まあ、そのギネスとか、はい、まあ、世界記録とかの話で、まあ、アメリカに呼ばれて、はい、まあ、活動とかをしてるんですけども、2008年から、はい、2011年ぐらいまで日本のアーティストさん使わせてもらったんですけど、多分ドームツアーとか回ってもまあ年収で言うと多分ほんま300とか400じゃないですかね、普通にやってたら、それだけやってたら。今はアメリカで活動もされてるんですよね、はいはい、アメリカではどういった活動されてるんですか？アメリカではその LMFAO っていうアーティストさんと、あとジャスティン・ビーバーっていうアーティストさんを今やらせてもらってるんですけど、はい、向こうで の、まあそのワールドツアーとかに、うん、回らせていただくっていう形になっていて、うん、はい、向こうの給料ってちょっとこう変わってて、日本だったら、まあ、例えば1公演いくらとかいう風な形なんですよね、はい、そんなイメージですね。そうですよね。例えば、まあ、ドームツアーやったら1公演これだけだよとか、うんうんうん、はい、でアメリカってその1週間でいくらなんですよ。例えば1週間でどう、まあまあそのいわゆるフェス、はい、海外のフェスとか回っても、まあ、例えば2公演あっても3公演あっても6公演あっても、まあ、金額は変わらないんですよ。なんか損した気持ちになりません？ギュッと詰まってたら。まあ、そうなんですね。まあ、ただもらえる金額がまあ結構破格で。ああ、なるほど。そうそう、1週間でだいたいもらえます。そう、そうですよね。すごい。もうちょっとアメリカンドリームというか、まあ、やっぱりそのアメリカと日本の、まあ、そのエンターテインメントっていう枠で考えると、やっぱりその日本のアーティストさんがやっぱり海外に行っても違う国に行っても、はい、人ってやっぱこう集まらないんですよね。
そう。けどやっぱり僕らがついてるアーティストさんってどの世界行ってももう簡単に10万人埋まっちゃうんですよ。そうやっぱりだからその、まあ、規模市場の違いというか規模の違いをすごく感じる。プラスやっぱりそのダンサーとしての地位がものすごく高くて、日本が本当にバックダンサーとか僕も使わせてもらった時は、まあ変な話本当にこうバックダンサーって言われる存在なんですよ。けどもアメリカのアーティストさんとバックダンサーってやっぱ近くてすごい関係が、もうファミリーとして動くんで、もうアーティストなんですよ僕らも。だからその扱い方も本当に超 VIP 待遇でやってくださるし、はい、どの世界行っても、まあ、SP がついておもてなししてくださるし、だから、まあ、日本では味わえないことをやっぱりやってきたので、ただでも本当にそのブレイクダンサーっていうくくりでは多分そういうことをしてるのは多分僕だけなんですよね。だからそういうワールドツアーとかそういうアーティスト関係に行くと、まあ、めちゃくちゃお金がいいっていう感じです。なるほど、夢がありますね。今度からブレイクダンスもオリンピック競技になるんですよね。そうです、24年のパリから。それにあの愛知さんは何か関わってたりは？選手としてはもう今すごいキッズの、はい、キッズというかまあ本当に、まあ、10代から20代のすごい子たちがいっぱいいるんで、まあ、結構今回のその24年初めてブレイクダンス の、まあ、その競技が入るんですけども、まあ、結構金メダルとか、まあ、そういうメダルの候補に上がるんじゃないかなと思ってますね。もう本当回転系だったりとか、アクロバットだったりとか、本当にその、まあ、ステップだったりとか、はい、全部をできる子たちがやっぱすごく多くて、だ僕みたいな人間結構特殊なんですよね。一個のことを極めてる人が。そう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 。そうですね。まあ、オリンピックってなるとやっぱりオールラウンドの。そうですね。オールラウンドの方がいいと思います。はい。ちなみに愛知さんは競輪ってご覧になったことありますか？あります。あります。本当ですか？はい、どちらでご覧になったんですか？あれね、それもワールドツアー中に立ち寄ったちょっとねどこの都市かわかんないんですけど、フランスのどこかで競輪のなんかこう外でやってるぐ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 るもうこう回ってらっしゃる方がいっぱいいはって、はい、それをこう見てて、それぐらいですかねちゃんと見たのは。いやでもすごいですね。逆に私フランスで見たことないので、そうですね、それすごく羨ましいです。そうですね、やっぱりその自転車に対するその、まあ、国民の、まあ、理解というか、はい、がやっぱすごいあるなと思ったのと、そうですよね、うん、めちゃくちゃそのやっぱその場にしか僕もいなかったんですけど、はい、まあ、フューチャーされてて、でテレビつけても結構その、まあまあ、ロードバイクとか、まあ、ツートフランスもあるぐらいですから、はい、そうですね、なんかもうすごいなんていうかな、もうすごい大人気なスポンサーなんだなっていう。ぜひぜひ今度日本の競輪場にも遊びに来ていただいて、見てみたい、見てみたいですね。はい、日本人の選手の方も見てみたいです。いやそうですね、はい、ぜひ来ていただきたいです、お願いします。どことクラブ10月20日木曜日グランドオープン、新規会員募集中、早期入会特典、条件達成で2000ポイントプレゼント、会員メリット、自分のスマホでどこでも投票 OK、入会は申し込み書の記載のみ、現金でカードにチャージ、的中したら自動精算機で簡単精算、もちろん手数料無料、投票ポイント、オリジナルグッズ、グレードレース、特別観覧席などプレゼント多数、会員専用のクラブハウスで快適に投票、民間ポータルより投票時間の締め切りが遅い。ということで立川競輪場内に会員専用ラウンジ、クラブハウスがオープンします。番組をご覧の皆様こんばんは、久保真理チャカローズです。いやー惜しい、今日の第12レース車検は残念でしたが、最終第4コーナーまで楽しめました。それでは明日の立川競輪 F1 開催最終日、関東カップ HPCJC スポニチ杯の元気予報、注目レースは第12レース S 級決勝戦です。このレースは HPCJC 協賛開催にふさわしいナショナルチーム選手の対決の決勝戦となりました。青森記念競輪での新山中野選手の連携の汚名をここ立川で返上です。ということで明日の元気予報、立川競輪第12レース S 級決勝戦、狙い目は東北勢の1・2、7番・1番、1点勝負。明日も立川競輪でスカッとしたいですね。それではおやすみなさい。
ハイパフォーマンスセンターオブジャパンサイクリング HPCJC、 日本自転車競技連盟のトラック種目に特化したトレーニングセンターで、最先端のトレーニング理論による練習および医学的サポートを有望な日本人選手に提供し、自転車競技力向上に努めています。今回の立川競輪の開催は HPCJC 杯となっており、ご来場の皆さんに多数の景品をご用意してお待ちしております。